やばい、今さっき鼻毛剃ったから鼻毛生えてるよって言えない、なんか心配ですが、今日も始めていきたいと思います。私です。自分最近必勝法を見つけてしまいまして、やっぱり自分って人生生活生活クオリティオブライフがマントルだよねってね言われるんですけど、よく、まあ、言われたことないですよ。自分が今日初めて言いました、まあ、言われてるんですけれども、まあそんな足立くんは毎回お風呂に入らないわけよ。毎日お風呂に入らないという生活をしてるんですよ。じゃあこれどうしようと思ったんだけど、自分見つけた。夜に体だけ洗って朝に頭洗えばなんか外にも出れるっていうことを気づいたのよ。自分ってね、毎回お風呂に入って朝風呂するじゃん。自分って朝風呂がめんどくさくて外に出なかったのよ。でもこれからは朝シャンプーするだけで外に出るってことが判明したので、これは結構な時短というか、朝というか昼なんですけどね、いつも時短になってきますので、まあ、これは本当に自分のクオリティオブライフが爆上がりするんじゃないかなと思っています。だから今日はお体だけ洗って、髪の毛は洗わず、髪の毛は今3日ほど洗っておりませんので、皆さんね、匂ってみたいのってことはこちらまでお越しくださいということで、今回は皆さんにジャニウォタあるある、なんかさ、自分ジャニウォなのかおなのか、もうどっちなのか分かんなくて、なんかウォって言ったらそれは悪口なんの、ウォって言ったらみんなどういう気分、どういう気持ちだから、なんかウォなのかオなのか分かんないんだけど、もう今回はまあウォか分からず発信していくので、お前オって言えよとか、お前ウォだろって、どっちでもいいよ、そういうのを教えてくださいね、先に。後かな？先に？どっちですかね。まあ、はい。今回はジャニオタあるあるということで、言ったよね、一回。ジャニオタあるあるということで、もう本当、なんかとんでもないほどみんな送られてきていて、みんなね、多分ジャニーズの方が多いから、ジャニーズの方は多くないですよ。ジャニーズファンの方が多いから、もう本当、まあ、最高この話題、お題っていうね、みんなもう本当、バカみたいにオタクが出てるのに、みんな早口でみんな書いてるから、これ。バカほど送ってくださったので、本当にね。やめていただきたい。ということでね、それはね、皆さんにご紹介と、まあ、共有していきたいなと思いまーす。いやともに不況。まあ、これはジャニオタにかけるやつね、やりますよね。自分もさ、バンド好きだけどさ、なんだろうな、なんか主題歌とか、決まったら、待って、あの映画見るとか、ね、あの映画、どうだ、なんか主題歌決まったんだよね。自分の好きなバンドが、決まったんだから、とか言ってんの、言っちゃうもん。多分ね、相手からしたら、はい、分かった。うん。上がったよなって思えてんだろうなって自分も思い考えつつ言っちゃうね。やっぱ好きなことを共有したいなっていう気持ちがやっぱりありますので、こちら側もまあ皆さんと同じで、クスタ持って聖地巡礼行きがち。まあ、聖地巡礼ってね、まあ、わかります自分はしたこと、何これ、なんか痒いんだけど、これが、尻尾がついてて。自分はしたことないんですけど、なんか自分のバンド、毎回自分に例えて言っちゃう。バンドのファンの人もなんか聖地巡礼してる人がいて、なんか MV とかの撮影場所とか行く人がいるんだよ。自分的には、そこまで？まあ、自分さ、バンドもさ、なんか推しですみたいな感じで見てるわけじゃなくて、曲が好きだから、好きなわけであって、人として好きじゃないわけよ。だから、聖地巡礼行かないとっていう気持ちにはならないんだけど、でもな、自分、なにわ男子好きだけどさ、聖地巡礼 したいとは思わないもんね。この気持ちは何なのじゃあ。推してないってことお前のこと。いや、友達に同担拒否しちゃう。これめっめっちゃわかるんだけど。なにわ男子の話とかしとってさ、友達とかに、高橋恭平ってやつがマジかっこいいから見てみて、つって。で、見せるやん。で、なにわ男子、まあ大体自分の周りの人でジャニーズ別に興味ないよーって人だから、まあ見せる。まあ自分もさ、やってるよね。不況。やってるよね。うわ、やっちゃってたわ。ミスターなにわ男子初めて見るって人は、あ、自分も高橋恭平が好きって、ね、言ってくれるのよ。でも言ってくれるんだけど、いや、待って。いや、やめてって自分毎回言ってる。いや。まあかっこいいのはわかる。けど、誰が一番かっこいいかって言って高橋恭平っていうのはやめてくれるかなって毎回思ってるんですよ。だからまあ、わかります。同じ気持ち。授業中暇な時、ノーサに推しの曲の歌詞書いちゃう。待って、めっちゃわかる。ちょっと待って、本当にわかる自分。めっちゃ好きなバンドとかも暇すぎてさ、ノートの端とかに書いとったもんな。それも、普通の文字とかじゃなくて、なんていうん、さ、こう、まあ、月とかだとしたら、今書く。月とかだとしたら、こういう感じで書かん？こういう感じで自分書いてた。この普通の文字じゃなくて、このくり抜きみたいな。くり抜きだよね。なんか、ね、わかる？マジ共感これ。面からに反応する。もうなんか服とかでも、じゃ黒だから、あ、黒だって。そんなこと、嘘でしょ？そんな人いたら自分引いちゃうんだけど。なんかもうし友達とさ、自分がもう青色の服多いから、もうなんか喉に鼻毛来ちゃった。今剃ったばっかだから。
自分青色の顔が多いからさ、青色の面からの人を押してたら、いや青だ青だって思われてるわけ自分いつも。怖っ。すぐ写真撮るときにチビ抜いて撮りがち。あ、いたわ。あ、なんかね、自分がさ、春子の前のなにわ男子のモニュメントにね、あの写真撮りに行ったときに、マジでみんなチビ抜いて撮ってたんだけど、あの自分とお友達だけこうやってもう3次元の自分がイエーイして撮りました。恥ずかしかった。男2人です。みんなチビ抜いをこうやって撮ってるのに、自分たちだけこうやってイエーイ。常に性癖について語ってる、どういうことですかね。推しの性癖について語ってるってこと？やば。え、これって私この性癖、私これやっちゃうんだけど。やっちゃうとかやダメだよね。やっちゃう、自分やっちゃうやつだ。いや、絶対違う。絶対こういうことじゃない。ジェイストームにビビる。だから CM のジェイストーム。キンプリタンフレンチガーリー多め。フレンチガーリーってどういう服装ですか？フレンチガーリー、でもこういうの自分めちゃくちゃあれだけど、ジャニオタってなんかこういう服装のイメージなんだけど、めちゃくちゃ YouTube 好きなシーン切り抜きがち。それでみんな TikTok であげるでしょ。自分マジでさ、ジャニオタとか流れてたって来たら自分見ちゃうのよ。そしたら自分がもうあのジャニオタだと勘違いされてて、 TikTok にジャニーズの切り抜きしか出てこないんだよ。おすすめだ。自分も TikTok やってる身だから、なんか流行りの音源踊ってる動画とかさ流れてきてほしいのよ。あ、これ流行ってるんだってわかるじゃん。そうなんです。自分切り抜けしか出てこないから、もう本当に何が流行ってんのか、世間で世間何が流行ってるか自分わかんないの。 TikTok 見てて YouTube で出たものとか全部それあれでしょ。やっぱ Twitter とかでさ、あの今日着てた衣装とかなんかあれマジですごいと思う。自分よくあれ見つけ、どうやって見つけてんの。自分さ、あのキンプリのさ、あのなんだ、歌詞曲名忘れたけど、 MV があの縦画面なの。彼氏彼女彼女彼氏彼女目線みたいなやつの、あのラビニュー、ラビニュー、ラビニュー、ずっと抱きしめて、知りたい、消えたい、すべてにキスをしようの、あれなんだっけ、あれ、ラビニュー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 ってか、あれではないと思うんだけど、あの、ラビニュー、ラビニューの高橋海人くんが着てる服何なんだろうって、友達になってて、ガチでこれ、マジでよくねってなってさ、あれ、調べてたんだけど、なんだろうな、つって。でも誰もね、見つけてないというか、自分も本当わかんなくて、だからあれね、わかる人がいたら誰かね、教えてください、コメントで。好きなジャニーズメンバーと同じ名前とか名字の人、そのジャニーズの人と比べちゃう。まあそれは自分ないかな。でも自分誰もジャニオタではなかったんですけれども、怖くない？自分足立で、足立と同じ人いたら比べられてるでしょ、勝手に。怖ー。でもさ、なんか上の学年に、高校の時、上の学年に、西野カナって人がいたんよ。卒業式のさ、予行練習の時にさ、一人一人呼ばれていくやん、名前。西野カナって、西野カナとか言って、木村拓哉もいたかな？木村拓哉ってなんかでいるよね。いや、学校におったっけ？学校におったから多分テレビの、アナウンサーかなんかでおるじゃないですか。西野カナとか、西野カナ？でも、年齢からしてさ、西野カナが出てくる前から多分西野カナだよね、彼女は。西野カナよりも前から西野カナだよね。だからそれはまあ、かなかなみたいな、まなかなかなかな、今日だけしまい。何の話してるマジで。待って、普通に今の音びっくりしたんだけど、何の音今のね。みんなも聞こえたよね。お風呂場に何か落ちた。扉開けるの怖いんだけど、見る一旦。最悪、誰もいませんよ。はいはい、ボディーソープが落ちてましたって、待って。外明るいんだけど。え？お願いだからもう一回太陽沈んでくれませんかね。怖いです。あなたのことが、自分は。だってさ、これ今から自分編集しようと思ってんだけど。この動画。え？ジャニオタというか、ストタンあるある。ライブの時ペンダを振る位置が高い。なんでこれ？でもあれなんじゃない？ジャニーズとかさ、やっぱここら辺でやらないと後ろの人から見えねえよ、お前。下に下げる？って怒られんの？じゃ、毎回思うとか、まああれなんだけど、ジャニーズのライブ行くの怖くて、今。自分男子だから身長も高いわけじゃないですか。だから、なんか、こうやってやらないと、日々、後ろの人に申し訳ないかなって思うんですよね。だから行く時には、なんかどうしようと思って、後ろの人に、あ、ごめんなさい、ちょっと、身長高いので、ちょっと押し出しですと。あ、大橋和也くん。あ、じゃあ大橋和也くんが、目の前とかに来たら、こうやってしゃべります。すいません。ちょっとずれたりとかします。言わないといけないってことでしょう。でもそんなコミュニケーション能力ねえわからさ。悔しいね。バンドの現場でもこういうのあって、なんか帽子かぶっちゃいけ、まあ、ジャニーズも一緒だね。帽子かぶっちゃいけない。ヒールダメ。厚底ダメ。スニーカーじゃないといけない。コロナ禍じゃなかったら、スカートダメ。髪の毛は止めろ、みたいな。髪の毛は縛れ、みたいな。なったっけな。
もう覚えてないんですけど、まあなんかいろいろありましたよ。恋人できたとしても推しに嫉妬されて終わる。なんかこれなんかめっちゃ聞くわ、友達から。暴落ないいいことしがち。アマテラスポイント貯めてな。同担の TikTok、インスタブロックしがち。そこまで。ポスター等の時短のほっぺにハートをする。これもびっくりした、びっくりした。ハートマークつけるんかと思った、マジックとかで。それマジかよと思ったけど、これね、これめっちゃ見る、インスタのストーリーとかで、ね。こうやって、TikTok とかね。でこうじゃないのよ、みんな。こうやって。大体な、長髪の、なんていうの、なんかグレージュみたいな髪色でこうやって。でやってからな、たわりことかで。髪型、髪色変わったら要注意。なんで？なんか彼女できたかも的なこと？どうして？なんで？どうして？プリンに反応しがち。これは髪色のプリンなのか、お尻プリンプリンの方のプリンなのか、これどっちなのかな？多分だけど、お尻プリンプリンの方だよね。金髪のプリンに、わざわざ、プリンだよって、わざわざ反応しないよね。お尻プリンプリンののプリンだよね。こいつのプロフィール見てやろう。どうしたんや？なんか、NNN ってさ、ついてるのよ、ID に。NNN ってついてるから、絶対こう、何は、男子、じゃ違うじゃん。N2 つでいいじゃない、それだったら。非公開だった。何かしらブランド品身につけてる、ジャニーオタの方？ジャニーズの方じゃなくて、ジャニーオタのこちら側？嘘、全然イメージない。ジャニーズのネタが伝わらない。どういうこと？ジャニーズ、ジャニーオタじゃない人に。そりゃそうだ。何にも知らない人でさ、お尻プリンプリンとか、お尻プリン、お尻プリンプリンとか言ったら、どうしたっつって。何があった？何がお尻プリンプリンでプリンなの？デタカに貢ぎがち。だからデタカってめっちゃ多いんだけど、デタカって何？デタカって何？データカート。口の美人悪いと口悪くなる。うちの高橋恭平が申し訳ございません。テストが早く終わったら妄想する。これはジャニオタに限らずみんな妄想するだろう、何かしらの。みんなやってるよ。興奮して壁に頭ぶつける。マジでやばい。どっちでわざとさ、こうやって。ってぶつけてんのか、うっ！ってなってぶつけてんのか、これどっちなのそれは。ということで、今日はね、ちょっとここら辺で終わりたいと思います。もうカメラの充電も1個しかないし、カメラが熱くなってるよーと言われてるし、もう30分も撮っているので、今日はどれくらいだった？自分、長かった？長かったとか、多かった？質問回答。自分、前回のさ、回答のやつが少なすぎて、さすがにダメだなと思って、どうだったかな？よくわかんないんだけど、まあ、今日はこれで終わり。ジャニオタのみんな、こうやってみんないるから頑張ろうね。なんだ話これ。びっくり。なんということで、概要欄にインスタグラム、ツイッター、TikTok とか、彼女は言ってしまったっていうチャンネルがあるので、よかったらチェックしてみてください。ということで、高評価チャンネルでコメントもお願いします。ピカチュウさんとご一緒に、バイバーイ。やばい。本当にやばい。絶対カットしてね、このバイバイ。でもとりあえずこの後普通のバイバイします。バイバーイ。これでいい、これでいい。